ブラウン管の向こう側、かっこつけた騎兵隊がインディアンを打ち倒した。ピカピカに光った銃で、できれば僕の憂鬱を打ち倒してくれればよかったのに。神様には色送り、天国へのパスポートをねだるなんて、本気なのか。誠実さのかけらもなく、笑っているやつがいるよ。隠しているその手を見せてみろよ。生まれたところや皮膚や目の色で、一体この僕の何がわかるというのだろう。運転手さん、そのバスに僕も乗っけてくれないか。行き先ならどこでもいい。こんなはずじゃなかっただろう。歴史が僕を問い詰める。眩しいほど青い空の真下で、生まれたところや皮膚や目の色で、一体この僕の何がわかるというのだろう。運転手さん、そのバスに僕も乗っけてくれないか。行き先ならどこでもいい。こんなはずじゃなかっただろう。歴史が僕を問い詰める。眩しいほど青い空の真下で。はい、こんばんは。今夜はね、ブルーハーツのね、青空を歌いました。2017年7月の22日土曜日の生存確認です。今夜もね、いつものようにさりげなく生存確認の一環としてこんな風に配信してます。はい、こんばんは。今日は休みなんで、この時間ね、早めにね、今日本当初めて歌ってみた青空ね、普通にいつものように歌いたい歌を歌ってます。今夜はね、青空を歌いました。はい、どうもね、こんにちは。はい、あ、どうも。第3コメントありがとうね。可愛いです、なります、ありがとう。今日は少し、自宅休みだったから、ちょっとね、昼間は天気良かったので、散歩方ブラブラしてきてね、今日はね、ちょっと結構食べてきた。珍しく外食でラーメン系のものね。結構今日はね、まずね、都電のさ、あんた、あれ、あそこのとこ、三ノ輪のさ、都電の、あれ、踏切の近くのジョニーの、味噌とかいうラーメン屋、味噌ラーメンの店で食ってきて、ジョニーの店という味噌ラーメンのお店で行って、つけ麺の味噌買ってきて食べて、そう、今夜、そう、あ、こんばんは、ヒッキーさん、どうもね。今日は休みなんで、この時間ね、うん、そう、ジョニーの知ってるか、よく検索したらわかるよ。あれ、荒川区のさ、三ノ輪のさ、都電の住み切りの近くのジョニーの味噌という味噌ラーメンの店でつけ麺食ってきて、またブラブラ歩いてぐるっと回って、明治通り、帰りはさ、明治通りからちょっと入ったところの公営圏、この前もダイさん言ってたよね、あれね、公園券って中華料理屋さん、夫婦二人でやってる。あそこ食ってきた。ね、昼過ぎからだからね。あそこラーメン。安いな、ほんとあそこね。僕以前あそこでチャーハンだけ食べたことあるけどね、今回ラーメン行って、ラーメンの、普通のラーメンと大ラーメンが同じ値段で、大ラーメン500円ね。大ラーメン500円と、あとね、キリンの一番搾り OB。あそこ瓶ビール550円だからね。安いじゃん、それで、550円。それで、超驚いたことにね、お通しが出ない。まあ、どこのラーメン屋もさ、中華屋さんもさ、ビール、アルコール頼めばお通しは出るけどさ、普通はさ、ちっちゃい試合やっことかさ、メンマーとかちょこっとでしょ。でも、あそこは違うんだ、あれ。公営券はね、アルコール頼むとね、お通しがね、500円ぐらい出してもいいようなものが出てくるの。検索したらわかるよ。公営券のお通しで検索してみたらわかる。みんな結構帰ってるから。僕はね、その時に、今日はあれ、キャベツの千切りに、目玉焼き2個乗っかって、チャーシューが2枚乗っかったやつ。それお通しですって出て、あ、驚いた。
萩戻れちゃった。これがお通しかって。あ、どうもね。たまえさん、どうもね。驚いちゃった、ほんと。で、帰ってきて検索してみたよ。高野県のお通しで。ただ、みんなそうみたいね。その時によってさ、野菜炒めとかさ、あんかけとかさ、いろんなのあるみたいね。でも、普通、だいたい普通みたいな、どう考えても500円ぐらい出してもいいようなやつがね、ね、出てくるの、あそこ。ほんと、すごいな、あそこね。萩 もお会計動画で不安だったけどね、関係なかったの、お会計。やっぱあれ、アルコールが頼んだ時のサービスみたいよ、あれ。値段は500円と550円で1130円税込みで。変わんなかったから。でもすごいあれ。ほんと驚いたあれ。お通しが。あれは。あの量だもん、萩。これがね。あれだけでもご飯食えるぐらいだよ、あれ。目玉焼き2個乗っかってさ、チャーシューが2枚ついて、キャベツ敷いてあって。あれほんとお得だな、やっぱね。あれ、家族経営でやってっからな、安くできるんだろうね、家族経営だからね。よかった、あれ。うん、安かった、安かった。うん。そこで食ってきた。あ、だから腹いっぱいよ、今日は。うん、ほんそうや、あれ。公営権、みんな書いてるよ。気になる人はね、公営権のお通しで検索するといいよ。食べる多少はね、今夜、また。またあれも、もう5時間以上経ってからね。でも、まだ満腹あるけどね。本当はすごいよかった。気になると公営権のお通しで検索してみるといいよ、あれ。アルコールを頼むとね、で、ついてくるお通しがすごいから。普通ラーメン屋のお通しなんかさ、メンマちょこっととかさ、ちっちゃなシェアヤックだけどさ、ああじゃないからね。どうかな、それはね。で、働いてる人だからそんなぎっくり見ないからね、それはまた別の問題だよ、野田ペトとはな。動き回って働いてからも店内でね。うん。ほんと驚いた、あれ。ちょっと不安になっちゃった、お会計の時が。もしかしてこれ、この分もお金入ってんのかなとか思ったら、取ってなかったね、ほんと。ほんとあれ、アルコール頼んだ人のサービスなんだよ、ほんと。1130円税込み、間違いないね。1150円でしょ、あれ。1050円か。ね。で、8%だと、まあそんなもんだ。ね。かわいいあの子ね、かわいいじゃないか。さて、そんなわけで。今夜は軽く行こうね、だからね。今日結局失敗食ったからね。軽く行こうか、今日はね。うん。ああ。さて、今夜のお夜食はね、軽く。やっぱところてん行こうか、ところてん。クローズところてん。今夜ところてん行こうか、ところてん。これね、おなじみ。こんばんは、キュウリさんどうも。今夜ところてん行こうか。今夜ところてん行きます。ね、その前にもう一回。今夜の歌、今夜はね、ブルーハーツの青空を歌いました。もう一回行こうか。ブラウン管の向こう側、かっこつけた騎兵隊がインディアンを打ち倒した。ピカピカに光った銃で、できれば僕の憂鬱を打ち倒してくれればよかったのに。神様に賄賂を贈り、天国へのパスポートをねだるなんて本気なのか。誠実さのかけらもなく、笑っているやつがいるよ。隠しているその手を見せてみろよ。生まれたところや、皮膚や目の色で、一体この僕の何がわかるというのだろう。運転手さん、そのバスに僕も乗っけてくれないか。行き先ならどこでもいい。こんなはずじゃなかっただろう。歴史が僕を問い詰める。眩しいほど青い空の真下で。はい、今夜はね、青空を歌いました。どうもね。ブルーハーツね。あ、どうも。
ありがとう。そう、いろいろ歌いますよ、僕はね。うん。今夜ところで行こうかな。うん。飛び出しに行っちゃいかないよ、僕は。大丈夫よ。うん。こんばんは。桂さんも今夜ところで行こうか、ところで。今夜はところてんだよ。さっぱりと夏らしくところてんで。どうもね。そう、ホルスさんからのよ。でもね、そうだよ、その通りよ。ハゲでもないし、ケキでもないよ。今夜はところてんで。いいね、クローズのやつね。うん。うん。まあ、この酸味がたまんないね。フォレストさんがもらったシャツね、このシャツ、そうよ。最近見ないな、フォレストさん。どうしたんだろうな。うん。今日はね、今日はこの後飲もうか。まずところで食べてから行こうか。ああ。僕、何でも嫌いなもんないから大丈夫よ。ところでも大好きよ。嫌いなもんないんだ、僕。ハイボール、焼酎だからね、あれ。発泡酒よりいいでしょ、あれ、焼酎ハイボール安いもん、あれ。発泡酒よりも数十円安いと思うよね、うん。あの方が安くていいんだ、手頃で。宝の焼酎ハイボール、手頃でいいよ。本当今日の音して驚いたあれ。ね、どうもね。あ、どうもね。うん。なんかこの音してよかったな、あれ。
はい、ところてんおいしくいただきました。はい、じゃあところてんでした。今夜はさてフォレストさん半島の方ですね、房総半島の方、ね、はい、じゃあさて今日のアルコール行こうか。今日のアルコール今夜の一杯、じゃあ今夜の一杯持ってこようかな。今夜の一杯、いや兄弟は帰ろうと思うよ。ちょうど2、3日ぐらいは帰ると思うよ。じゃあ今夜もハイボールで行こうか。今夜も焼酎ハイボールで行きます。今夜もハイボール、お手頃のやつ、これね。まずない踊ったことないですよ。ハイボール行こうか。これ手頃でいいよな。これ150円ぐらいだもんな、税込みでも。はい、乾杯。発泡酒買うんだらこの方がいいよ、僕。発泡酒買うんだら。発泡酒やっぱりこっち、ずっとこっちがうまいよ、発泡酒買うより。小焼けすごい、あそこね。ほんと驚く。この間、あれ、今日アルコール頼んだ、今回初めてだったからさ。前はチャーハンだけだったから初めてだった、僕。お通しとして出てきたのが、あれだもんね、あれ。普通だったら500円ぐらいで頼むような一品だよ、あれ。あれがお通しだもんね、あれ。あれはほんと驚いた、今日。どうも、大丈夫。固まってっか？あ、大丈夫？固まった、まだ。あ、どうも。甘えない、別に甘るような年じゃないからさ。うん、甘えない、別に。顔見せるだけだよ。行かないと思う、明日は。かなりのボリュームだし。安いって言っても外食にしては安いからね。自分で作ればもっと安いからね。また言っちゃったけど。外食でも安いよ、あれ。外で。大瓶で550円だもんね。そうでしょ。普通飲食店だったら、9瓶でしょ ?500、600円だったらね。あれ。あそこ大瓶で550円だもんね。飲食店にしては安いってことだからね。その年中はいけないよ。でも安いもんね。大瓶で550円。そうでしょ、普通。普通飲食店なら9瓶で600円くらい取るもんな。トキワ食堂、あ、そうだ、あそこたまにやってみようかな、今度は。あそこはね。あ、明日はトキワ食堂行ってみようか、一回ぐらい。寝室を回転して、一回もないからね。一回ぐらい行ってみようかな、今度はね、明日あたり。あそこは平日休みだから、一応やってるもんな。そっちはあれ、駅の線路沿いだから近いやな、と。まあ、来たらそのアングルいっぱいあるから、ああいう本当、飲食店はね。じゃあ、だんだん。うん。どうもいってらっしゃいね。どうもね。今日はハイボールで。
多少楽だろ、僕もあれ。ついに U-Mobile 解約したからね。今度の引き落としで最後だもん。もう解約したんで U-Mobile。U-Mobile 解約したもん。ねえ、マイマックスと通常の携帯だけで多少楽になる。こんばんは、どうも。今日はハイボールよ。そうそうなんだ、僕はハイボール。昨日の引き続きこのハイボール。宝のやつよ。いつもね、今日休みだから早めね。はぁ、あ。今日は足立区の荒川の河原で花火だったんだよね。いい帰りじゃないか。うん、いいね。いつも寝ようさりげなく。給料は25日だよ。うん、まだだよ、まだ。給料日25日なんで、あとこの1週間ですね、給料日ウィークだ。来週ね。来週が給料日ウィークだね。どうかな、今度。いつものように先気なく、おまたのこと考えながら。でも可愛いね、女の子はね。女の子はほんと可愛いや。おまたは可愛い。おまたのこと考えながら、こうやって飲んでます。可愛いね。今日は荒垣結衣ちゃんのおまたのこと考えながら、ね。初任中なんだ。そんな、どうもね。うん。じゃあ、今日もこれ一本でいいや。いつものように先気なく。ああ、いい感じだ。花火みんな見に行かなきゃな。来週は、そうか、そうよ。だいたい足立区の月だからね、毎週。毎年そうよ。ね。最初が足立で、次が隅田ね。あ、銭湯もなんか減っちゃったな。超驚いた、あそこ。ね、金買いもなくなっちゃったしね。あそこも、反対、あそこの方もなくなっちゃったもんな。銭湯ね。今日竹の湯行ってきた、竹の湯っていう銭湯。久々竹の湯。今日は銭湯行ってきたからさ、竹の湯。竹の湯あれ、向こうの京成の線路沿いのとこなのね。ああ、いい気持ちだ。ああ、よかったよかった。ああ、いいね。まだ生きてるからね。今日休みが早め、どうよ。そうね。隅田川、そうね、隅ね、その時だね、そうか。隅田の時ね。行かないと思う、僕わざわざね。最近アウトドアに行きたくてさ、
アウトドア行きたい。キャンプも行きたいけど、山行きたい。やっぱ、雲取りさん、奥多摩越えだな、僕の。僕 と、雲取りさんの奥多摩小屋のテント場って、ほぼホームに来た僕の中じゃ。あそこのテント場でさ、テント張って一泊するのが気持ちいいよね。疲れるけどね、確かに。そこまで、1800メートルだから僕デブだからさ、クタクタだけどさ、まあね。ここ今日疲れなんだよね。どうも、秋山さんどうもね。今日もこの宝のハイボール。今日休みだから早めね。奥多摩が最高だよな。あそこテント場結構広々してるからね。一人分テントブーラーで大体張れるからさ。いいね。奥多摩が最高。景色がいいもんな、そこは。ずっとあって。いや、雲取山荘はさ、林間だもん、全体的にあそこ。あんま良くない。雲取、一回、去年の正月はあそこで一風転作したけど、雲取山荘よりも奥多摩小屋だな、やっぱり。山上小屋もあそこ谷だからね。標高は低いから、低いだけどさ、谷だから。ラジオも全然入んないから、そこ。山上の湯の山上小屋は。ね、谷とだからさ、ライトも全然入んない。標高は1100ぐらいなんだけどさ、谷だから全然入らない、電波。奥多摩小屋はさ、尾根だからさ、でライトはバリバリ入るし。もう治ると、来月いいと思うんだ、もうそろそろ。もう良くなってくる。ねえ。奥多摩小屋最高よ。おすすめしてよ。テント泊におすすめや、そこ。500円だからね、500円。で、山小屋ではビール売ってますんで。いろんなあそこ、いろんなコメント見るとさ、何も売ってないって書いてるけど、ビール売ってっからな、そこ。いろいろ関係してるコメントあるけどさ、ビール買えるからね。あそこ、奥多摩小屋。あそこはテント泊だけど、何も売ってないって書いてる人いるけどね。そんなことないからね。ひょっとしたらバッキとかさ、よくあるんじゃない？タオルとか、手拭いとかさ、とか、当然ビールは売ってますんで。1本500円。あれ値段は一緒全部。あれ、七つ石小屋も、三条小屋も、雲取山荘も、ビール500円。じゃあ、この辺で終わろうかな。ああ、いい感じだ。じゃあ、ありがとうね。今日はこの辺で終わろうか。じゃあ、最後にね、今来た人のためにもう一回。どうも。桜井さん、どうもね。じゃあ最後は今日はね、ブルーハーツの青空。ね、最後も歌っておろうか。今夜はブルーハーツの青空です。ブラウン管の向こう側、かっこつけた騎兵隊がインディアンを打ち倒した。ピカピカに光った銃で、できれば僕の融通を打ち倒してくれればよかったのに。神様に賄賂を贈り、天国へのパスポートをねだるなんて。本気なのか、誠実さのかけらもなく、笑っているやつがいるよ。隠している。その手を見せてみろよ。生まれたところや、皮膚や目の色で、一体この僕の何がわかるというのだろう。運転手さん、そのバスに僕も乗っけてくれないか。行き先ならどこでもいい。こんなはずじゃなかっただろう。歴史が僕を問い詰める。眩しいほど青い空の真下で。はい、今夜はね、ブルーハーツの青空でした。どうもね。どうも。あきりさんどうもね。大さんどうもね。また明日もね、夜の7時ぐらいね。また明日。知らないか、キュウリさん。若い人わかんない。
九歳の人で高校、女子高生ぐらいだもんね。女の子ね、わかんないかな。だって、ブルーハーツって僕は高校の頃だからさ、もう30年ぐらい前だからね、ブルーハーツのメインの活動はね。30年近く前だもん。若い子は知んないよね、おじゃ。ではまた明日おやすみなさい。ね。キュウリさん確か女子高生だった。確かね、可愛い子な、この子。キュウリさんって男っぽい書き込みしてくるね。これ結構17歳の女の子だからね、この子ね。おやすみなさい。うん、どうもね。はい、秋山さんもどうもありがとう。のんちゃんもね、また明日ね。明日も今ぐらい。そう、世代差はしょうがないよね。世代差はしょうがないよ、ほんとね。そう。世代差。ねえねえ、僕あの子、有名人で言ったら、あれ、鷹の花親方と一緒ね。同世代ですからね。どうもありがとう。ではまた明日。いつものようにさりげなく。あ、今日はこれでした。また、玉井さんもありがとう。おかえりなさいね。また明日ね。おやすみね。僕は毎日やるからね。生きてる限りやっていきます。僕のこの配信は金儲け関係ないから。僕は YouTuber とかじゃないからさ。生存確認の一環だからさ。だから毎日やってますんで、いつものようにさりげなく。これ大事よ。金儲けな関係ありませんから、僕はこんなもん。好きでやってますんで。で、歌ってるだけで。だから明日何歌うかな？歌いたい。今日はね、ブルーハーツの青空を歌いたかったんで、下手くそながらも歌いました。このようにね、アカペラなら大丈夫よ。音楽、カラオケがすぐ伴奏がすぐあったら、それはいろいろ問題使えないけどね。僕の場合はね、アカペラなんで大丈夫。これ強み。うん。これ基本だからね、最近さ、ネットでもさ、カラオケ動画をアップするのって違法とか言ってるけど、そんなん前から分かってるからね、あんなもん。女の子やあれ、うん。女の子。お年頃の女の子。しね。ひこひこ盛りの女の子よ。ね、じゃあ、おやすみなさいね。おやすみよ。ではまた。ではまたね。